はい、どうも、眠気つのまちでございます。というわけで、乃木坂46の話題でございます。ドキュメンタリー映画も、そして真夏の全国ツアー2019もね、始まって、ノリに乗ってる乃木坂46ですけども、また発表がありましたね。乃木坂46の24枚目シングル、9月の4日に発売が決定いたしました。というわけでね、タイトルはまだ未定ですけどね、9月の4日に、新曲が発売するということでございます。今後ね、曲名だったりとか MV だったりとかね、いろんな情報が続々と出てくると思うんで、期待ですね。いやー、なんかこう、正直ペース早いなっていうふうに思ってしまったんですが、すごいいいことだと思うんでね、選抜メンバーがどんな感じなのか、あとはセンターは誰なのか、そして、MV どんな感じなのかとかね、今からね、またワクワクすることが続くんだなって思うとね、楽しみで仕方がないという気がしますけどね。まあ、おそらく映画の主題歌っていうところもね、収録になると思うんで、そこにも期待なのかなというふうに思っております。まあ、映画も始まるということでね、ドキュメンタリー映画第2弾ということでね、自分もね、舞台挨拶中継も含めてね、映画館で見てこようかなというふうに思ってるのでね、その様子もね、動画にできればいいななんていうふうにも思うので、もしね、気になる方はそちらも、待っていただければなというふうに思っております。はい、というわけで、今回はですね、乃木坂46、24枚目シングルがね、9月の4日に発売することが決定したという動画でございました。また随時ね、何か、新しい情報が入ったらね、動画にしていこうかなというふうに思ってるので、そちらもぜひ見ていただければというふうに思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、マッチでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。